日本東京都北区、下下は東京都北区の町名。現行行政地名は、下1丁目から下5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は115-0042。東京都北区の北東部北東端にあたり、隅田川西岸の低地に位置する。町域北部に岩淵水門があり、その付近で荒川から隅田川が分流し、 また新河岸側が隅田川に合流する。町域の北は東京と埼玉県境をなし、東は隅田川が北区、足立区の草刈をなす。南は上谷、西は赤羽及び赤羽南と接する。地区の中央を国道122号が南から西へ走り、その地下を東京メトロ南北線が走る。 新菓川と荒川の間の中洲城になった範囲にも、町域が及ぶ。中洲とは、橋で連絡され、荒川下流河川事務所、公務員住宅などがあるが、荒川対岸の埼玉県に足立区側へ直接渡る、橋は、町域内にはない。隅田川沿いである、下三丁目、四丁目付近は、工場地帯であったが、移転や研究所下に伴いそれらの跡地には大規模な、 ファミリー向け高層マンション、中層マンションの建設が続いており、人口の増加、生産年齢人口の増加が続いている。住宅地の地価は2018年1月1日の工事地価によれば北元通りから赤羽駅側に位置する下1丁目の地点で39万1000円、平方メートル、隅田川側に位置する下3丁目の地点で35万6000円。 平方メートルとなっている。2020年には、それぞれ46万6千円、平方メートル、40万円、平方メートルと上昇傾向が続いていた。最新の調査である2021年では、新型コロナウイルスによる影響で、特に都心の商業地において大きく低下傾向にある。一方で、一丁目については46万3千円。 平方メートルと微減となったものの3丁目については45万円。平方メートルと大きく上昇しており地価は引き続き上昇傾向にある。東地区にある東京メトロ南北線、下駅の隣接地には、区保周辺部環状公共交通、いわゆるエトライナーメトロ7の駅が設けられる構想がある。両路線の欠節点は赤羽駅だが計画案の一つとして、 赤羽駅付近の用地確保の課題から当駅が運行上の結節点となる案が挙げられている。江戸時代は、豊島郡、岩淵両下村。武蔵田園墓による村高は415国余りで、あるが、江戸期を通じた新田開発の結果、天保豪町による村高は846国余りに及んだ。商業に上下、大荒落などがあった。期にとなり、 その後小石川電通院、浅草番随院、谷中南線寺島にも分け与えられた。大漢手代の八漢七兵により、荒川沿岸の神殿開発が行われ、1675年、八に行ったと号した。また、荒川対岸の岩淵宿内に、薙義の原神殿が飛び地として存在した。下村は1871年11月に、浦和県から東京府に編入され、 1878年に北豊島郡に所属した。1889年、町村制の施行に伴い岩淵町に合わせられ、岩淵町大あざかとなる。1932年東京市に編入される際、表記を改め、大軸、下町1から3町目となった。 1957年に大半が、下はじめ5丁目に再編成され、1967年5月1日の住居表示実施の際に1957年に再編成されなかった、下町3丁目が、下5丁目に編入された。1932年に、大軸、下町成立の際、大和坂の障子下から採用された。この字下ももとは、下と書かれ、明治に、 工事二次化されたものであるが、同じく、下村の字、上と体を成している。下村の名称はこの正字上下とは異なり、由来は、荒川の渡し場があった岩淵塾の下流にあったことによる説が唱えられている。世帯数と人口は、以下の通りである。これらを見ると、下地区の総人口は3年半で1600人以上、増加している。特に、下三丁目に関しては、 単体で1300人以上増加し、中でも年少人口及び生産年齢人口の増加が顕著である。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。このほか JR 東日本の赤羽駅も利用される。このほか岩淵水門と旧岩淵水門も徒歩橋の設備を有している。ありがとうございます。